カステラ。カステラ、カステイラ、ヤヌシ、サダヨシ、カゾテイラーは、鶏卵を泡立てて小麦粉、砂糖、水飴を混ぜ合わせた生地をオーブンで焼いた菓子の一つである。ポルトガルから伝わった南蛮菓子をもとに、日本で独自に発展した和菓子である。ポルトガルには、カステラという名の菓子はなく、原型とされる菓子も、カステラとは見た目も製法も異なる。 日本におけるカステラは、長崎が本場とされており、その、長崎カステラと呼ばれるものは、長崎県長崎市の副菜を元祖とし、長崎県の名家という意味ではなく、製法が同じものを総称している。正方形、または長方形の大きな型に流し込んで、オーブンで焼いた後に竿型に切る。水飴を用いているので、しっとりとした食感がある。牛乳、抹茶、黒糖。 チョコレートチーズなどを加えて味付けをする変種も多い。この他にカマカステラ、東京式カマカステラ、東京カステラ、蒸しカステラ、カステラまんじゅう、ロールカステラ、人形焼きなどがある。カマカステラは、六面焼きと呼ばれるものもあり、一つ一つの型に入れて、オーブンで焼いたタイプで、水飴を用いないことから、さっぱりとしており、カステラの原型に近いとも言われる。 カステラを応用した歌子としては、福島県藍津若松市の藍津葵、愛媛県の樽と、島根県のヤも、小倉、長崎県平戸市のカスドース、長崎県長崎市の桃カステラなどがある。長崎カステラを洋菓子化したものとして、銀装のカステラがある。料理としては、岡山県、主に倉敷市の鮮魚カステラや、伊て巻きもカステラの調理方法を応用したものである。 このほか、宮城県や沖縄県の名物として、カステラかまぼこと呼ばれる焼きかまぼこがあるが、それぞれに料理法は異なる。カステラをさお方に切り揃える際に、切り落とし、耳が発生する。これを袋詰めしたり、ラップで包んだりして、本来の製品よりも割安で販売する場合も多い。材料は、本来の製品と変わらず、むしろ砂糖が蜜のように集まったり、 結晶化したりして甘みを増している場合もあり、おやつなど贈答以外の用途に購入される。夏目漱石は1907年に発表した首人相で西洋菓子についてチョコレートを塗った卵糖、カステラを口いっぱいに頬張る。と記して卵糖という当て字を考案したが、この当て字は他に用例も少なく、また実際にはチョコレートケーキに使われている。 スポンジケーキを刺していたと考えられる。名前の由来は、一般的には、スペイン語で白を意味するカスティーリョ、カスティーヨに由来し、イベリア半島の11世紀のカスティーリ王国のポルトガル語発音であるカステーラで、これがカステーラもしくはカステ、エラからカステラになったと言われている。ま、大説として、カステラ製造過程でのメレンゲを作る際、高く高く盛り上げるとき、 白のように高くなれ。といったことから、カステロイコールカステラとなったという説もある。いずれにせよ、パンでカスティーリャ、カスティーリャ、地方のパンや、ビスコチョ、元は、乾板状の船乗りの保存食だったが、16世紀末頃、柔らかく焼き上げるレシピが生まれている。ただし、当のスペインのカステリアにもこの原型がないという説も、ある。が、由来とされる。 ポルトガルの消化師であるバンデローが正方的に似ていることからこちらを始祖とする説も有力である。またこれらの原型は中国の天津の一つであり、マレーの地名を関するや沖縄のケイランコウ、チールン、コートクレホーゲンのような読みをする虫カステラと共通する可能性も考えられる。一般的な説では16世紀の室町時代末期に ポルトガルの宣教師によって平戸や長崎に伝えられたとされる。当初のカステラは、鶏卵、小麦粉、砂糖で作った簡素なものであり、ヨーロッパの菓子類としては珍しく乳製品を用いないことから乳製品を生産、常用しない当時の日本にも残ることができた。カステラの製造に重要なオーブンは当時の日本には存在せず、オーブンに代替する天下として、 引き釜という炭火を用いる日本独自の装置が考案された。工事園にはオランダ人から伝わったとされる説もある。従って正確な伝来の詳細は不明である。江戸時代には菓子製造の盛んだった江戸、大阪を中心にカステラの日本化とカステラを焼くための炭窯の改良が進められ、江戸時代中期には現在の長崎カステラの原型に近いものが作られている。 長崎カステラの特徴である水飴の使用は明治時代以降の西日本で始められたと言われ、これにより現在のしっとりとした食感となった。西日本においては原型のパウンドケーキのようなさっくりとした感触が好まれなかったとみられる。伝来当時、平戸藩松浦家において南蛮菓子としてカステラが宴会に出された時、その味になじめず包丁型。 料理人がカステラを砂糖水で煮たという逸話もあり、これが常日の平戸名産、カスドースの原型になったという説もある。カステラの製法は、江戸時代の製菓書、料理書に数多掲載され、茶会でも多く用いられた。その一方で、カステラは、鶏卵、小麦粉、砂糖といった栄養価の高い材料の使用から、江戸時代から戦前にかけて結核などの、 消耗性疾患に対する一種の栄養剤としても用いられていたこともある。近代には水飴の使用が普及して和菓子らしい風味を備えるようになり、ガスオーブンや電気釜の使用で以前より楽に安定してカステラが焼かれるようになった。こうした改良により各地に広まり、第二次世界大戦後の大量生産によって一般に普及したものと推測される。台湾は 日本の統治下にあったことから、日本都来のカステラは、一般的な台湾人の食生活に深く浸透している。台湾のカステラは、長崎炭鉱、蜂蜜炭鉱、岩焼炭鉱の3つの種類がある。炭鉱は、台湾中国語で、ケーキの意味で、炭鉱の前に2文字をつけてそのカステラの種類を示す。長崎炭鉱は日本から伝わったカステラであり、 形も味も日本にほぼ等しい。蜂蜜炭鉱は蜂蜜を加えて焼いたカステラを刺し、岩焼き炭鉱はチーズを加えて焼いたカステラを刺す。校舎の二つのカステラはいずれも日本の形式から離れて台湾独自の菓子として発展したものである。庶民の習わしとして母の日には母親にカステラを贈る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。